最近さ、俺前言ってさ、ねえみんな恥ずかしい話していい俺散々さ、カラオケ好きなやつとかさ、音楽好きなやつバカにしてたじゃん。ねえ。俺最近ちょっとマジでギターにハマりつつあるんだけど。なあ。内緒にしてほしい。バレないようにな、ねえ、俺もおらにバレたくない。最近ちゃんといつも本当に弾いてる。仕事感なしに。普通に。 俺の過去消してくんねえかははははっエモンって曲作ってくれよかった <laughs> 今度作るわ一生懸命 <laughs> あの作るんで聞いてください <laughs> お前歌もうまくなってないけどうまくなってねえや じゃあ俺だからさ、あれなんだって。俺歌下手じゃないんだって。なんだかっていうと、どっちつかずだからカラオケとか行った時に嫌な空気になるのが嫌だから人前で歌歌いたくないって何回も言ってんじゃん。音痴とかじゃないんだって俺は。ただああいう感じでカラオケで歌う歌うとすげえ変な空気になるのが嫌で俺は歌ってないっていう。普通。嫌なの普通が。恥ずかしいの。うまくもなく下手でもなくみたいな。 なか持ってさ、あのー、か、ね,ね、カラオケ好きな人っているね、ね,えねえ。カラオケ好きな人。カラオケ好きな人いるね、カラオケ、ね、ちょっとカラオケ好きな人、あれどうやって楽しんでんの俺マジで理解できないんだけど。カラオケ好きってちょっとお頭おかしくない人前でなん、なんかそれで何、何ストレス発散になるの イエーイみたいな感じで行くの。はー、あ。俺本当に好きじゃないんだよな。人からだったら俺まだわかる。あ、大きい声出せる。あ,あ、なるほど。一人だったら面白いだろうな。アニソンとか歌いまくってさ。 カラオケの時だけはパリピの気持ちで頑張って、もうそれが辛いんだよあの、いけてる、ノリに、合わせなきゃいけないのがもう本当に辛い、うん、葬式とかだったら歌える、俺も。<laughs> ね。まわ葬式の最中だったら歌ってもいいけど。じゃあ、個人が大好きだった、あの、うんこちゃんの、えー、大好きな曲、中島みゆきさんを、えー、じゃあ、個人を、個人のために、一曲歌ってくれるそうなので、それでは。 いいいいてたいただきたいと思いますそれでは加藤純一さん家の前へどうぞっつってタモリみてに赤塚不二雄の葬式のタモリみてにパッ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 て出てきた俺がえー、先生とはねもう20年来の付き合いで先生から初めて教えていただいたこの曲皆さんに俺大井さんの葬式で歌うわそれ <laughs> そう,しよう <laughs> それはそそそれはするわ多分6歳年上だから俺らは早く死ぬだろうからそれだったら歌える先生天国から聴いてください 中島みゆきさんで、糸。ブルーンみたいな。そういう空気だったら歌ってもいいけど、カラオケでイエーイみたいな時は俺できねえんだよな。<laughs> カラオケより釣りの方が楽しいだろう。釣りは魚という見返りがあるし、金もあまりかからない。カラオケじゃ反応してみろよ。池沼もいました。そういう、パーティーピーポー、アンチパーティーピーポーがこことばかりに、攻めてきました。 釣り返し。<laughs> カラオケ、<laughs> 12時間500円。<laughs> 安っえ、だからさ、昔さ、女の子と、だ,だコンパの後とか、合コンの後とかでカラオケ行こうって言われるのがもう本当につらくて、もう本当につらくて、女の子とは、女の子だ、女の子の肌には触れ合っていたい。でもカラオケは嫌ーっつって天秤にかけてたわ、いつも。うん、友達と行ってもカラオケ面白くない。辛い。 マジで辛い。なんでそんなに嫌なのわかんない。恥ずかしい、なんか。恥ずかしいんだよね。トラウマ小学校の時に、あなたは、あなたは歌の才能がないって、音楽の先生に言われて以来、俺には、俺は音楽を楽しんじゃいけないんだ。小学校の時の先生のせいだよ、絶対。 いや公式でとかはそれら配信中じゃん。で、あそこで嫌です、歌いませんって言えねえだろって言うかげで、あたは気違いじゃねえかよ、俺。気違いじゃん、俺、ただのそんなの。んで俺が歌わなきゃいけねえんだよ、みたいなこと言ったら、多分んかしいだろ。なんかちょっと周りの空気が嫌なんだよ。あの、俺が、 歌ってる時に全力で、いや、へぇ、ビー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 、チャン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 ビビビビみたいな感じで、めっちゃ盛り上げてくれるんだったらいいんだけど、なんでさ、俺がカラオケ歌う時にみんな聞きに入るのうん。なるほどね。うんうんうん、みたいな。みんな彼女ずらして聞くんだけど、なんかうんうん。うん、いい曲だよね、みたいな。なぜ俺を試すの、カラオケで。ね。なぜ試すなぜ測る、カラオケで俺を。 なあなぜ測るの測るな。俺を。バラード歌うのが悪い。おめえでもよ、俺がよ、湘南の風と、あ、ねえ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 、みたいな感じで、だったら、お前、お前らに俺顔向けできねえよ。配信外でも、 加藤純一はそうあっちゃいけねえって鉄のくさびで自分を縛ってるのにさ俺お前らにどんな顔して会えばいいかわかんないねえどんな顔してみんなに会いに来ればいいかわかん,んな,んない無理だよバラード歌う俺バラード あ、理由が分かった。俺がバラードを歌うからいけないんだ。<laughs> すげえ恥ずかしいな。俺がバ、みんななんかごめんなさい。俺と今までカラオケ行ってった全人類謝るわ。俺がバラード行ってたから盛り上がんなかったんだ。<laughs> マジかよ。俺のせいだったのかよ。俺他人のせいにしてただけで俺バラード歌ってたからいけなかったんだ。<laughs> 悲しすぎる。 うまいやつだけ許されるんだ。なるほどね。それはバラード歌われたら聞きに入るわ。<laughs> 超恥ずかしい、マジで <laughs>。えちょ、なんか盛り上が、いや、あ、さ、下手くそでも歌えて、絶対盛り上がる曲、俺に教えてよ。で、今度、ま、あ万が一女の子とカラオケ行った時に、一発目俺がもう絶対それを歌うから。ちょ、なんか、マジで、教えて。絶対盛り上がるやつ。 最近ってかそう、32歳が歌っても恥ずかしくなくて、絶対に盛り上がるけど、もう鉄板。鉄板教えてくんない鉄板。星野源ってどうやったっけねー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  ねえ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 ね アニソンとかでいいのかないや、俺ね、ゴールデンボンバーとかも多分もうダメだ。歌えねえ。悪い。ごめん。歌えない。無理だ。アニソンは博打だよな。いや、上手い人が歌うんだ。なんか、いや、大石さんとかが歌ってるのはかっこいいじゃん。だって自分で作った曲なんだよ。めっちゃかっこいい やそんなので、顔もかっこよくて歌も上手くて、そんな盛り上がるに決まってんじゃん。俺がさ、ジャパリパーク歌ったら、えー、こいつさ、なんか、ま、あれなんじゃねえのみたいな。<laughs> やばいだろ。これ俺が作った歌なんだよね。みたいな感じでかっこいいじゃん。<laughs> カラオケで、俺カラオケで XJ1 歌うやつしのび気あれだ。 <laughs> あれってカラオケで x ジャパン歌えるさ俺死ぬほど嫌いだわ <laughs> それダメ x ジャパン大好きだけどカラオケで x ジャパン n 歌えるさ嫌い俺ああミスチミスチルとかだってバラード多いじゃんよやっぱそうやって考えると分かったみんな俺結論が出たよ自分の好きな歌歌うのが一番なんじゃないこれねえ 今思ったけど、これどうこの結論。だってこんだけさ、様々な歌が挙げられてるじゃん。自分が好きな歌を好きなように歌うのが一番なんじゃないかって。この俺のやましい、ちょっとでもみんなに合わせてあげようみたいな、このやましい気持ちがいけなかったんじゃないかアライグマラスカルでもいいんじゃねえかなあ <laughs> お前カラオケで格好つけてたのか。潜在的にそう、そういう風になってたのかもしいんねえな。みんなに嫌われたくないよ、みたいな。 ナルト。ナルトだったんだな。あの目だ。みんな俺が歌ってる時きなぜあの目で見てくるんだって。<laughs> どんどん疑心が聞行かれて、泥沼に泥中ちゅ俺は。ようやく沼の、沼から這い上がった。またあの目で俺を見てくる。なぜ俺が歌を歌ってる時はみんなあの目で見てくるんだって。抜けたよ。みんな。俺は。その沼から。抜けた。 この前、よっちゃんがキャバクラで、ミソラヒバリ歌って、もう地獄のように滑ってたわ。もうあんなの、俺だって死んでるっていうくらい、地獄滑りしてた。アメサンサンタみたいなことですね。シーンとしてた。地獄滑り。